こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、イングランドプレミアリーグのトッテナムホットスパーの特集を行っていきたいなと思います。今回お話ししていく内容なんですけれども、2023-2024シーズン開幕前に行われておりました夏の移籍市場でのトッテナムの動き、そして市場を終えた現在のスカッド、そして現在の戦績などを紹介させていただこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思います。まずは2023-2024シーズン開幕前に行われておりました夏の移籍市場でのスパーズの動きを振り返っていきたいなと思います。まずはスパーズに加入した選手を紹介させていただきます。ノッティンガムフォレストからブレナン・ジョンソン、レスターからジェームス・マディソン、ボルスブルグからミッキー・ファンデフェン、エンポリからグリエルモ・ビカーリオ、ロサリオからアレホ・ベリス、ブラックバーンからアシュリー・フィリップス、シャフタール・ドネツクからマナー・ソロモンを獲得いたしました。マナー・ソロモンに関しましては、シャフタール・ドネツクと契約満了になっておりましたので、フリーでの移籍になっております。では一人ずつね、お話を触れていきたいんですけど、ブレナン・ジョンソンですね。彼に関しては、市場ギリギリのタイミングで獲得を決めた選手なんですけど、すごく私驚きました。移籍市場ギリギリであったっていうこともそうですし、ノッティンガムフォレストの主軸の選手なので、ノッティンガムがこの選手を失ってしまうダメージっていうのは間違いなく大きいんですよね。なので売却するとしたら、できるだけ早いタイミングで売却するだろうと考えておりましたので、まさかギリギリのタイミングでスパーズに行くとは思ってませんでした。ただスパーズサイドからすると、クルゼスキがいない時にそこのポジションをしっかりと担える、質を落とさずに違う変化を加えられるタイプっていうのを求めていたと思うので、スパーズからすると本当にいい補強になってるんですけど、若干ねちょっとノッティンガムが心配になってしまいますね。個人的にやっぱり青にギブスホワイト、ブレナン・ジョンソンの3トップは魅力的だったんで、でもスパーズでね、大きな活躍見せてくれたらなと思います。そしてジェームス・マディソンですね。レスターから、ある程度のお金を使って、獲得したんですけど、本当に、大当たりも大当たりですね。スパーズのサポーターの方々も、マディソンがすごい選手だっていうのは多分多くの方が分かっていたと思うんだけど、ここまでうまくはまるかと、思ってしまうぐらい活躍してますよね。キックの精度も高いし、ポジション取りも正確だし、で技術的なところもすごく高いし、いろんな仕事できますよね。トップ下っていうポジション、彼が一番得意としてるポジションを任されてるっていうのもあると思うし、チームが生まれ変わろうとしている中で加入してきたっていうこともあって、うまく作用しているところもあるのかもしれないですけれども、本当にこうチームを救うような手助けっていうのを行いながらね、自分の個性も発揮してるんで、もう本当に素晴らしい獲得ですね。では続いて、ミッキー・ファンデフェンですね。ボルスブルグから、トッテナムに加入したということなんですけど、オランダ人のね、左利きのセンターバックで、個人的にはね、ブンデスを見させていただいてる身なので、もう1シーズンちょっとボルスブルグで頑張ってる姿見たかったなっていう気持ちは若干あるんですけれども、スパーズに加入することによって、彼の価値、彼の存在っていうのを、多くの方により一層知ってもらえると思うし、スパーズにとっても左利きのね、センターバックいなかったので、センターバックにね新たな人材取りたかったっていう、もう間違いなくスパーズの補強ポイントでしたから、そこに若くて才能のある選手を取れたっていうのは、すごく大きいのかなと。特に、ポステコグルーの、ボールを保持するスタイルには、彼のように、キック精度が高かったりとか、足元の技術が高いようなタイプっていうのは、求められてくると思うので、いい補強に、なってるのではないかなと思います。そしてグリエルモ・ビカーリオですね。エンポリから、獲得したんですけれども、僕のラジオをね、何度か聞きに来ていただいてる方はもうご存知かと思うんですけど、僕ずっと言ってました、エンポリのビカーリオめちゃくちゃいいぞと。いずれ大きなクラブに行くでしょうし、本人イタリア人なんで、ユベントスとかミランとかね、それこそインテルがオナナユナイテッドに引き抜かれたんで、
その後釜的な形で取るのかなとか、まあ、ナポリが取ったりとかしてもおかしくないなっていうふうに考えてたんですけど、まあ、スパーズがねやっぱりロリスが年齢を重ねて、まあ、衰えが出てきていると。で特にやっぱりボールを持つ保持するっていうスタイルの中でロリスはそんなにやってきてないんで、まあ、足元の技術特に両足使って、ね、蹴り分けられる、まあ、ビカーリオみたいなタイプは、まあ、ポステコグルー体制にも必要だなというふうに考えると、まあ、本当にベストに近かった、補強なんじゃないかなと、まあ、スパーズのサポーターの方々も、まあ、こんな選手いたんだと、まあ、セリアをね普段見られていなかったサポーターの方々とかは特に、感じられたと思うんですけど、すごくいいゴールキーパーだと思います。補強して大正解だと思います。本当にうまく、まあ、世代交代を行っていけると思うし、ずっとこのチームの守護神張ってたロリスをまたこう焚きつけることができるというか、やっぱり彼もフランス代表に参加することはないですから、まあ、クラブチームファーストになるんで、クラブチームで、まあ、出場機会っていうのを間違いなく求めるじゃないですか。まあ彼に限らず誰だってそうなんだけれども、まあ、だとしても彼をねまたうまくこう焚きつけることができる、彼のお尻にまた火をつけることができるっていう要素も持ってるんで、本当にいい補強になってるんじゃないかなと、私は思います。そしてアレホベリスですね、この選手に関してはごめんなさい、僕全く知らないんで、まあ、どういうスタイルを持ってるかっていうのも正直全く知りません。ただやっぱりストライカーが抜けてるんで、もう絶対的なエースが抜けてるんで、まあ、センターフォワード誰かしら取らないとダメだよねっていうところで、まあ、ミランとかローマも狙っていたと言われる、まあ、本当に才能豊かなセンターフォワードを取ってきたと。まあ、機能する市内の問題になってくるんで、まあ、彼のプレースタイルというかね、彼がプレーしてる姿を見てから、まあ、彼に関しては評価することにはなるんですけど、まあ、いなくなったポジションに人は加えたっていうことにはなってるんで、まあ、9大点以上のポイントを上げていいのかなと。そしてアシュリー・フィリップス、まあ、この選手も僕そんなに詳しくなくて、プレー集とかしか僕見たことないんですよね。で右利きの、まあ、センターバックの選手で、まあ、基本的には、まあ、ロメロの控えという形にはなると思うんですけど、まあ、見た感じ対人とかある程度処理できますし、空中戦とかも難なく処理できるタイプなので、まあ、ロメロがねちょっとこうイエローをもらいがちというか、若干こうファイタータイプでイエローをもらう回数っていうのも、まあ、多いタイプのセンターバックだと思うんですよ。なので、まあ、出場停止を食らった時に、まあ、うまくその穴を埋めていける、かつ、まあ、うまく若手をまだ育てていけるっていうところで、まあ、獲得したんだろうなと。まあ、正直90分見て判断するべきだと思うので、選手の能力に関してはまだはっきりこう優秀な選手とは僕は言えないんですけど、まあ、対人とか、まあ、空中戦に関してはそこまで、プレー集を見た感じ問題なさそうだなっていうふうには感じます。そして最後ですね、マナーソロモンです。シャフタールと契約満了で、まあ、フリーで、獲得した選手なんですけど、プレミアリーグだとフラムでも、まあ、プレーしておりましたかね。で本職は左ですね、まあ、右のウィングも、まあ、できなくはないと思うんですけど、多分左で使われた方がより輝きは出せるかなと。で彼の特徴は、まあ、スピードに乗ったドリブルと、まあ、足元の技術、そして、まあ、自分の形を持ってる、そしてパスセンスなどのアイディアもすごく豊富っていうタイプの、まあ、選手ですね。やっぱりスパーズは左サイド十分な人材抱えてるんで、まあ、取る必要正直あったのかなっていうふうに僕としては考えてるんですけど、まあ、高齢化してるのでどうしても左サイドの選手が、まあ、世代交代とかを図っていくためにも、まあ、24歳の、マナーソロモンっていう選手を、まあ、フリーで取れるんだったら、まあ、取りに行こうというところで、まあ、取ったんだろうなと。だとしてもね、獲得してから早々ね本当にスタートからも使われたりしてますけれども、結果も出してますし、ポステコグルーのスタイルにも即フィットしてますしね、いい獲得にはなってるんじゃないかなっていうふうには、すごく思います。はい、なので本当に堅実な補強もしながら、まあ、本当に能力の高い若手を取ってきたりもしてるので、スパーズの補強に関してはもう本当に評価の高い採点を、与えるべき、なのかなっていうふうには、思います。はい、そして逆に、スパーズから退団していった、選手をここから紹介していきます。ハリー・ケイン、バイエル・ミュンヘン、ハリー・ウィンクス、レスター、ジェド・スペンス、リーズ、ルーカス・モウラ、サンパウロ、ジョー・ロドン、リーズ、タンガンガ、アウクスブルグ、セルヒオ・レギロン、マンチェスター・ユナイテッドとなっております。まずはハリー・ケインですね。もう何といっても、まあこの選手が、大きな話題をかっさらいましたけれども、まあ、私はバイエルンのサポーターなので、本当にケインをね譲っていただき本当にありがとうございますと、まあ、本当に心から感謝してるんですけれども、
まあ、スパーズからすると、まあ、彼がいる以内ではできる攻撃の数の幅っていうのが間違いなく大きく変わるので、間違いなく得点数っていうところで開幕からいいスタートは切れてるんだけれども、どこかで多分難しさは出てくると思います。やっぱり彼一人で昨シーズンになってた30得点っていうのをいきなり埋めるっていうのはどのチームでもやっぱり難しいので、ポステコグルーとしてもスパーズのサポーターの方々からしても、できれば今年も残ってほしかったと思っていらっしゃる方が多いんじゃないかなと。まあ、それこそ今ね、快進撃を見せているスパーズですから、今のスタイルの中でケインがどういう風に活躍するのかをね、見たかった方も多いのではないかなという風に思います。はい、では続いて、ハリー・ウィンクスですね。まあ、スパーズで本当に長く、まあ、プレーしていた選手で、まだまだこうね、若い選手なのかなという印象を持っている選手なんですけど、やっぱり近年ね、スパーズで使われなかったり、まあ、ポステコグルー体制でも、まあ、ホイビアがね、使われないぐらいの、まあ、中盤のスカッドですから、まあ、本人がね、まあ、あの出場機会を求める、イングランド代表にまた、復帰するっていう目標を持った時に、まあ、今のスパーズで残るということはさすがに厳しい、出場機会を求めるというのはちょっと厳しいわけですから、退団することを選んだと。レスターに行ったんでマレスカがね今監督なんで、まあ、レスターがどのタイミングでね戻ってこれるかわからないですけど、まあ、レスターでね新たな活躍してくれればいいんじゃないかなと思います。では続きましてジェド・スペンスですけれども、彼もね、なぜ放出したのかちょっと僕の中ではわからないというか、そこまできっちり試合に出してあげていた印象もないので、まあ、エメルソンとかポロが特別高いパフォーマンスしてるかって言われたら僕はどうかなって感じるんで、それだったらもう少し与えてあげて、もう完全にちょっともう戦力になりきれてないなとそう思えるぐらいの出場機会を与えてあげてからでもよかったのかなっていうふうには僕の中では捉えてます。ただまあプレミアリーグの経験値とか、まあ、ポロの攻撃力とか、まあ、エメルソンの、まあ、フィジカル的な能力とか、まあ、そういったところを、まあ、優先して、まあ、残したのかなとは思うんですけど、ただなんかすごくもったいないなというか、もうちょっと見たかったなっていうふうには思いますけどね。うん、そしてルーカス・モーラーですね。この選手に関してはもう退団っていう形になってたんで、契約満了だったんで、スパーズから去ることはほぼ確定してました。で彼に関してはね、やっぱりそのチャンピオンズリーグの決勝まで行った時のあの劇的なゴールね、アヤックス戦のゴールがやっぱり印象としては深いかなと思うんですけど、まあ、だとしてもねパリ・サンジェルマンからスパーズに移籍してきて、本当に長い間このチームをね支えてくれた選手だと思います。まあ、スパーズのサポーターの方々も、まあ、近年は控え扱いが多かったですけど、まあ、感謝している方も多いのかなとは思いますけどね。はい、そしてジョー・ロドンですね。彼もね、若い年齢で確かスパーズに来たんだけど、まあ、最初ちょっと疲れたんだったかな、加入して早々ちょっと使われたと思うんですけど、もう本当に最初だけでもうどんどんもうベンチ、もう最悪もうベンチ外みたいな形で扱われるようになって、まあ、去年もレンタルでフランスのチームだったかなに行ってましたし、まあ、戻ってきたとしてもセンターバック補強必要だって言われてる中でも放出候補に上がっていたわけですから、まあちょっとあのスパーズからしてもなんで獲得したのかちょっとわからないぐらいの扱いになってしまっていたのかなっていうふうには、思いますね。はい、そして、タンガンガですね。彼もね、若くして、まあ、対人とかすごく強いタイプのね、まあ、選手かなと思うんですけど、まあ、彼もやっぱりスパーズで、なかなか出場機会もらえないということになりましたので、アウクスブルグに行くことになったと。まあローン移籍なんでね、来年また一度戻ってくるっていうことになるかなと思うんですけど、ただまあ現状ポステコグルーからすると、まあ、攻撃的なスタイル、サイドバックもどんどん上げて、攻撃性の高いタイプを好むタイプの監督なんで、まあ、ポロとかエメルソンとかに比べると確かに攻撃性能っていうのは、物足りなさを感じて出したのかなっていう扱いですかね。はい、そしてセルヒオ・レギロンですね。彼はマンチェスターユナイテッドに、レンタル移籍で移籍していきました。もともとね、あまり戦力としては数えられてなかったと思うんですけど、
上下アップダウンできるタイプのね、典型的なサイドバックかなと、まあ、僕の中では捉えてるんですけど、まあポステコグルー体制でも、まあ、ある程度使っていいのかなと。まあウドジェっていうタレントがね入ってきてるんで、彼が軸になることは間違いないし、まあベン・デイビスっていうね、まあ、非常に器用な選手もいるので、まあレギュロンも簡単にポジション取れるわけではないんですけど、まあベン・デイビスを、まあ、センターバック気味に使って左のサイドバックでウドジェが使えない時にレギュロンっていう形でも僕は良かったのかなと思ってるんで、マンチェスターユナイテッドからすると、まあ、ルークショーが怪我したりとか、まあ、ラシアが怪我したりっていう形で左サイドバック全くいないんで、まあ、譲ってくれたことは本当に助かってるんですけど、人材的にはね助かってるんですけど、まあ、スパーズからするとどうだったのかなと。まあ去年もね戦力として数えられてなくてローン移籍で、確かスペインセビージャだったっけ、どこでしたっけ、アトレティコマドリードかに行ってたかなと思うんですけど、まあでもねスパーズでちょっと立場が厳しいっていうこともあって、まあ出場機会を求めたいっていうこともあって本人も望んだっていうことですね。はい、まあ、以上が、スパーズの、夏の移籍市場での補強と放出ということになります。ではここからですね、ちょっとお話を変えまして、現在のスパーズの戦績と、現在のスカットについて、紹介していきたいんですけど、私が今ラジオ収録している時点が、代表ウィークが終わってこれからまた、試合が行われますというタイミングになってるんで、まだ4節までしか終わってません。なので4試合消化した中での結果になります。現在スパーズは、4試合、消化しておりまして、3勝1分け0敗、勝ち点は10ポイントで、現在プレミアリーグの2位に位置づけております。ただ、勝ち点10ポイントで、並んでいるチームがたくさんありまして、得失点差というところで、スパーズが2位に躍り出てるんですけれども、3位リバプール、そして4位のウェストハム、5位のアーセナル、そして6位のブライトンまで同じ勝ち点で争っているということですので、まあ、開幕スタートねいい形で切れてるんですけれども、あくまで得失点差で2位に、出ているということを、認識しておいていただけたらなと思います。はい、では、スカットの方に移っていきたいんですけど、4-2-3-1 をベースにポステコグルー戦ってるんで、この形をベースに、紹介していきます。まずは全員ね、紹介していって、その後に各ポジションについて触れていきます。ゴールキーパー、ビカーリオ、ロリス、そしてフォースター。フォーバック、右から、ペドロ・ポロ・エメルソン、センターバック、ロメロ、ミッキー・ファンデフェン、アシュリー・フィリプス、エリック・ダイヤ、左サイドバック、ウドジェ、ベン・デイビス、ライアン・セセニョン、中盤ダブルボランチ、サール、ビスマ、ベンタンクール、スキップ、ホイビア、2列目、右サイド、クルゼスキー、ブレナン・ジョンソン、トップ下、ジェームス・マディソン、ロチェルソ、左、ソロモン、ソン・フンミン、ペリシッチ、ブライアン・ヒル、ワントップ、リシャルリソン、アレホ・ベリスとなっております。ではゴールキーパーからね触れていきたいんですけど、ビカーリオ、ロリス、フォースターということで、まあ、代表経験もあるような、フォースターがサードに、まあ、構えておりますし、まあ、フランス代表としてワールドカップも制して、プレミアリーグの経験値も豊富で、なおかつ、まあ、スパーズのレジェンドと、呼んでもおかしくない、ゴールキーパーが控えにいながら、若き、才能を持っているビカーリオというタレントを取ってきているわけですから、大きな問題は基本的には発生しないのかなと。まあ、なおかつ今季に関してはチャンピオンズリーグなどに出ないので、間にコンペティションが入ってこないということも、うまく作用していく可能性があるかなと。特にビカーリオに関しては能力すごく高いんですけど、経験値たくさん持ってるっていうわけではないので、まあ、今シーズンまずはしっかりとプレミアリーグに慣れさせていくっていう上でもね、コンペティションに出れなかったっていう結果はもしかしたらいい方向に作用するかもしれないですね。まあ、ロリスっていうね、本当に、大ベテランで本当に師匠になるような選手も近くにいますからね。はい、そしてフォーバックですね、右サイドバックポロと、エメルソンということで、まあ、ポロに関しては、まあ、本当に攻撃性能が高くて、まあ、右足のキックも正確でペナルティーボックスに入ってきて得点を奪うっていう能力もね持ってる選手ですから、もう本当に攻撃特化型の、まあ、サイドバックというかね、もう僕の中ではウィングバックの認識の方が強いんですけど、まあ、すごく、まあ、攻撃のアクセントを加えられる、まあ、選手かなと。
ただまあ守備の対応とかはちょっと緩かったり、まあ、脆かったり、もう簡単に背後つかれたりとか、もう単純にスピードで振り切られたりというところは、まあ、時折見受けられるかなと。でエメルソンに関してはあのスパーズでね、本当に加入してからある程度出場機会ももらってて、まあ、今シーズンも残るということになってるんですけど、個人的にはね、こうビルドアップに参加する時の判断とかもそうだし、自分がオーバーラップ仕掛けるのか仕掛けないのかっていうタイミングとかもそうですけれども、そういう状況判断がなんか遅いというか正確でないというか、まあ、時折最悪の場合してないっていうこともある選手なので、プレー集とかこう結果を出したりアシストしてるシーンとかを見るとなんかいいサイドバックなのかなっていう風に見てしまうタレントなのかなと。個人的にエメルソンを90分間見ていて、あ、そのオーバーラップ今すごくタイミング良かったよとか、あ、今ビルドアップのところで今内側に若干絞ったから外側にちゃんとパスコースつながったなとか、でセンターバックがちょっと左に寄ってるからちゃんと後ろで逃げどころ作るために下がってあげたなっていうような判断ができてるかって言われたら、個人的にはそういう印象はほとんどないので、右サイドバックに関しては僕としてはちょっと物足りなさはあるかな。よりこう攻守両面に貢献できるサイドバックか、もしくは後ろでしっかりと管理できる、リスク管理できるタイプの、まあ、センターバック系の右サイドバックの選手を使って控えにポロみたいな感じの方がいいのかなと思ったりはします。ただまあ右サイドにクルゼフスキが使われるんだったら、まあ、ポロとの相性はすごくいいと思います。クルゼフスキは結構間で受けたりとかね、そのフィジカル的なところを使ったキープ力とかでうまく時間作ってくれるタイプですから、幅取って仕掛けるっていうタイプではあんまりないですからね。もちろん幅取って仕掛ける、まあ、内側にカットインして左足のミドルみたいなことは狙うんですけど、そこまでこうたくさん突破できるタイプではないんで、ね、よりこう中に入ったところでも仕事できるタイプですから、その辺を考えると確かにねポロとの相性はいいかなと。でセンターバックに関しては、ロメロ、そしてアシュリー・フィリップスで、左がミッキー・ファンデフェンと、ダイヤーということで、まあ、本当に補強必須だねと、まあ、思われていたところにちゃんと人取ってますし、まあ、ベテランで、まあ、経験も持ってる選手をちゃんと控えに置きながら、若いタレントも取ってきてるわけですから、昨シーズンと比べると、まあ、問題はだいぶ解消されそうだなというふうには思います。特にやっぱり左利きのセンターバック取れたのは、すごく多いと思います。あとはそのアシュリー・フィリップスがこうロメロとどう争っていけるかですね。ロメロってまあその対人の能力とか相手を潰す能力とか本当にすごく高くて、まあ右足のキックもある程度正確に蹴れるっていう選手なんですけど、ポジション取りのところとかはね意外とアバウトに取ったりするタイプの選手なんで、まあロメロとうまくポジション争いできるような選手であれば本当に最高ですね。はい。そして左のサイドバックですけど、ウドジェとベン・デイビス、そしてまあセセニョンということで、まあ、セセニョンはねあのサイドバックっていう考えではあまりいない方がいいかなと思うんで、左サイドでもまあいいんですけど、まあここに関してはウドジェとベン・デイビス、まあ、攻撃特化型で、まあ、前線に飛び出していくこともできて、左足のキックとフィジカル的なものの推進力提供できるウドジェと、後ろでちゃんとビルドアップ参加できる、リスク管理できるタイプのベン・デイビスですから、ここはいいのかなと。もうわざわざ別のタレントをまた追加で取りましょうっていうことを別に考える必要もないぐらい、お互い別の個性持ってるんでいいのかなと思ったりはします。で中盤ですね、サール、ビスマ、ベンタンクール、スキップ、ホイビアということで、必要ないですね。まあボールをねこう作っていく、あの間に立って技術力を持って展開していくっていう能力を求めるってなるんだったら、まあ確かにね誰か取ってもいいのかなと思うんですけど、多分その役割任せるってなったら多分スキップ使うでしょう。で今のスパーズ見てると、もうビスマとかサールとかのそのフィジカル的な能力でボールを運ぶ推進力とか個人打開力ってめちゃくちゃ高いんで、まあそこでなんだったらチャンス作っちゃってるんですよね。もう一つのリスクを回避しちゃってるみたいなサッカーしてるんで、
まあ、今のポステコグルーのスタイルだと、まあ、こういうこう無理が効くというかね、化け物級みたいな中盤がいることが何よりも重要だと思うんで、まあ、プレミアリーグの強度とか考えるとね、なのでいいのかなと思ったりはします。まあ、あのセルティックでね、マクレガーだったっけ、マクレガーと旗手選手を中盤に使ってたじゃないですか。でスパーズに来てからビスマとサール使ってるじゃないですか。もう全然タイプ違うじゃないですか。だからまあポステコグルーなりにこうスコティッシュリーグとそのプレミアリーグのレベルの違い、まあ、強度とかスピードとか技術的なところとか、まあ、トータル的なところ含めてこう対応していくために、まずはその中盤のところで、まあ、潰されないとかボールを奪われないっていうところで、まあ、サールとかビスマを使ってるのかなと思うんですけど、まあ結果も出てますしね、まあ、機能してるかって言われたらちょっとまあどうかなって思うところもあるんですけど、まあ基本的には問題はないのかな、まあ、今シーズン戦っていく上では十分なスカットを抱えてますよね。まあベンタンクール今怪我ですけどね、はい。そして2列目ですね、右サイドに関しては、クルゼスキとブレナン・ジョンソンということで、まあ、クルゼスキに関しては先ほどね、ある程度紹介したんで除外しますけれども、まあ、ブレナン・ジョンソンに関してはね本当にこう縦へ飛び出していくとか、まあ、スペースのある中でも仕掛けられるタイプですから、こうクルゼスキとは違うタイプのね、個性を持ってるんで、この関係性はすごくいいのかなと、まあ、変化も加えやすいですしね、でスタイルによって、起用選手も変えることできるんで、ここはもう大きな問題はないかなと。本当にチャンピオンズリーグに出れないっていうね、状況の中でもいい選手を取ってきたと思います。そしてトップ下ですね、マディソンとロチェルソということで、まあ、マディソンは本当にめちゃくちゃ機能してるんで、基本問題なく、でロチェルソがまあ今怪我なんでどういう扱いになるかわからないんですけど、まあ、残してるわけですから、まあ、マディソンのところで使ったり、もしかしたらボランチの一角で使ってこう可変式の 4-3-3 気味にしたりとかすることもあるのかなと。よりこう中央でのクリエイト力を作っていきたいというふうにね、考えた場合は、ただまあマディソンの控えを担えるトップ下的なところで、まあ、担えるってなったらまあロチェルソになるのかなと。まあ、ここも特に大きな問題はないかなとは思いますね、はい。そして左ですね、ソロモン、ソン・フンミン、ペリシッチ、ブライアン・ヒルということで、めちゃくちゃ抱えてますね。もう何だったら多いっていう感じですよね。まあソン・フンミンに関しては真ん中でも使えるんでね、代表ウィーク前のバンリー戦とかでもね、ワントップのところでソン・フンミン使われてましたけれども、まあだとしても本職が左であることに変わりはないはずなんで、まあソン・フンミンいてソロモンいてペリシッチいてブライアン・ヒルですから、まあ選手層は全く問題ないですね。ただまあブライアン・ヒルはちょっともうね出番は与えられそうにないんで、まあ、冬のマーケットもしくは来年の夏でも完全放出っていう形に、まあ、なるでしょうし、まあ、ペリシッチもちょっと立場が危うそうですね。まあどうしてもやっぱり年齢を重ねてきて、あの衰えが出てきてるんですよ。僕はすごく好きな選手で、あのインテル時代もそうだし、バイエルンに来てくれた時もそうだし、まあ、ドルトムント時代からも見てるんだけれども、非常に上下アップダウンしてね、守備への貢献力も高い、斜めにねこう入ってきてヘディングで点取れるタイプのウィンガーなんで、まあ、すごく貴重じゃないかなと。それこそ今のスパーズだと真ん中のところにターゲットになれる選手はいるんだけど、ケインほどこう得点取れるか微妙だっていうところがあると思うんで、ソロモンとかはやっぱり幅取ったところから仕掛けるタイプですし、まあソンとかは中に入ってこれるんだけれども、あまりこうヘディングでね点取るとかっていうタイプでもないので、まあペリシッチとかもうまく起用してほしいなっていうふうには思うんですけど、まあでもそうですね、まあソロモンとソン・フンミンで回していくっていうことになりそうですかね、はい。そしてワントップに、まあ、リシャルリソンとアレホベリスということで、まあ、リシャルリソンがね本当にどれだけそのスパーズにね、求められている得点を見せられるかっていうところですよね。まあ、最近本人もコメント出しててね、あの苦しい時期もあったしとか、いろいろこう心境的なものもねつぶやいたりしてますけれども、まあ、得点を取り始めたらしっかりと点取れるタイプだし、こう波に乗り始めたらね問題ないはずの選手だと思うんで、
まあ、彼のそのね、ワンタッチゴーラー的なね、個性を生かしつつうまくポストも作れる選手ですから、ケインほどたくさんできるっていうわけではないんですけど、まあ、ケインほど求めずにある程度できることを任せてあげれば、大丈夫なのかなっていうふうには思います。あとはもう本当にシンプルにリシャが、決定機を逃さない、まあここに尽きるのかなとは思いますね、はい。あとはまあアレホベリスに関しては、まあね、先週を紹介させてもらった時にも言いましたけど、ちょっと僕個性とか全くわからないんで、まあ一応控えとして扱ってますけど、まあ試合 に出れるのかもちょっとこの先わからないですね。ただまあ人材的には不足しているところだと思うので、まあ状況によっては使われると思います。ただまあいきなりねプレミアリーグに来て大活躍できる選手なんて、まあそんなにいないですから、まあちょっと時間をかけてね、馴染ませていくのかなっていうふうには思いますけどね、はい。まあ以上が、スパーズのスカットになるんですけど、皆さんどうですかね。まあスパーズの現在のスカットを見たときに、やっぱりそのケインが抜けた穴とか、まあ僕と同じようにちょっと右サイドバックのところちょっと気になるなとか、まあ、思う方も少なからずいらっしゃるのかなと思ったりはするんですけど、まあ、やっぱり開幕してから快進撃を見せているチームの一つだと思うし、結果も出ているチームだと思うので、まあ、選手たちがねここ近年3バック気味のウィングバックも下がるような、まあ、5バック気味というべきかな、ちょっとこう重心の低いサッカーをまあやってきていて、まあ、ポステコグルーになって、よりラインの高いちょっとこの技術に依存するところもすごく高いんですけど、まあ、その中でやってうまくその選手たちがこう今までこう溜まっていたって言ったらね、まあ、前任者たちにまあ言い方としては失礼なんだけど、もっともっとこう攻撃したかったとか、自分たちがこう主導権を握るようなサッカーをしたいっていうね、まあ、気持ちも多分あったでしょうから、まあ、基本的にサッカー選手ってね、まあ、自分たちが主導権握って相手を押し込んでサッカーする方が多分楽しいと思うんですよ。もちろん例外の方はいらっしゃると思いますよ。でもやっぱり勝てる確率が高くて勝てるチームってやっぱそういうスタイルを結構ね、選んでいる傾向が高いと思うので、まあ、その中でもうまくこうフィットしながら変化に適応しながら結果も出して、まあ、勢いに乗ってるっていうことですから、まあ、選手たちを褒めるべきなねところが多いかなと思うんですけど、まあ、その中で皆さんが感じた、まあ、各ポジションの、まあ、状況だったり、まあ、このポジションやっぱちょっと気になるなとかね、まあ、そういったところもちょっと、コメント欄とかで教えていただけたらなと思います、はい。ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました、ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。